不安の中にしたんだな。今日ね、これが僕たちが使うプランターです。結構ね、結構量あるんですよ、ほら。わかります？では積んでいきます。バーグもこんなでかいの、ほら見て、こんなでかいの。結構な量だよ、ほら。今ね、ちょっとこう車に積んでみましたけど、こんな結構あるよね。もう疲れちゃった。これがね、今日これから植え込むだけです。はい、とりあえずこんな感じで超満載になりました。今ね、これからエノフラワーのね、ホームベストラクターの吉田が来るんで、この残りはね、もう一台に積みたいと思います。すげえな、寿司詰め。して店の前にこのようにね、積んである感じですね。もう営業前までにやらないとお店入れなくなっちゃうんで、頑張ってます。タスクちゃんです。今ね、俺はね、とりあえずこれを取らなきゃいけないからね。1個は確実に取んないとダメなの。当たり前と思ってる。まず軽石入れます。あ、これ赤玉、赤玉か、赤玉に軽石入れます。で、これね、ハーフにカットしただけ。これね、電動のこで切ってます。まあ後で見せますね。タスクちゃん働くね。あの、こんな秘密兵器持ってきてるから。熱くないんだ。これ帰り市場寄るんでしょ？え？帰り寄る。その鉢さ、投げてっちゃってくれるんですかね。俺に不法投棄させんですか？じゃなくて、市場だったら捨てられんじゃん。おお、いい感じ、いい感じ、超いい感じだ。やっぱ 2.5 がいいね。これさ、もしそこ半蔵のさ、ほら、あれがね、隠れちゃうんだ、看板が。そしたら竹さ、ここ、この辺に落とせばいいんだろう。でもあそこ入んない。え？いや、あっちあっち。だからこれ落とせばいいんだよな。みんな頭落としたるもんな。土だね。やっぱ土だね。
これ容量、要は軽石の容量があるから一体で足りちゃったってこと。ああ、鉢の容量があるからか。鉢の容量分も計算したんですけどね。うん。心配しとだから、そういうことなんじゃないですか。玉塚さんみたいにほら、大丈夫だよ、大丈夫だよしか言うことはないのに。心配で俺はしょうがないのに。俺は大丈夫だよなんて言って。全然大丈夫じゃねえんじゃねえかな。だってお前車だって結局大丈夫だったじゃねえか。考えたのかってことを聞いた。え？考えたよちゃんとお前。だってここ何度も来てんだから。こうやってゴミも一緒に持ってくるんですよね。え？こうやってゴミも一緒に持ってくるんですよね。いやいや、ここに来るまでにほら、かけちゃうといけないんでしょ。いやー、こっちやん。やっぱそこは2個で、そこ1の計算なんだけどさ、ここに1個乗せようと思ってんだよ。え？ 1 個乗せようと思ってんだよ。いつの間にか8時になったんだな。それやっぱちょっと出ちゃうんだな。まあ仕方ない。そこはいらねえんじゃないの。そこはいる？下結構抜けてるからな。でもなんかそのレンガよりいいね、こっちの方が。土入れたら落ち着くんじゃないの。落ち着くだろうけど、強風吹いたら倒れそうですね。なんか縛ってくるかな。倒れるかな、強風で。強風でこんな竹ぐらいで、こっちから思いっきり吹いてたから。ああ、まあワイヤーで支えがあった方じゃない。まあ、こんな風船俺確か持ってた。どっちにしたってこれな、あるんだからな、うん、完璧ですって言った方が、うん。出っ張っちゃってんの、車に引かれちゃう。Okay.
Okay. はい、注文入ります。ハーフカット OK。 はい、助けちゃん OK。 持ってもらって持ってもらって、あ、また俺もハーフカットだね。なんか少しできてきた。ただでかくでかい方じゃなくてよかったな。38センチだったらもう完全に出てきちゃうな、そっちの辺の。グレー割とかっこいいな、ここに合う。黒じゃなくてよかったな。なんか黒だったら同化しすぎちゃってたよな。いや、あと汚いっていうのが汚くなる。うん、まあそうだし、だから黒にする理由がねなかった。黒と考える必要もなかった。ああ、そんなにほら小保護症って何だ、そんな保護症って。これはこっちのやつですか。いいものを落としてないですから大丈夫です。これさ、プランターさ、高さ30センチだけど十分だな。もう8号とか9号とか、これ以上深かったらちょっとなんか逆になんかかっこ悪いな。いや、尺八だったらそっちしかない。うん、でも尺入れる必要ある？背が欲しいとか。いやー、今だってこれだって高すぎだ。まあこのさ、看板が見える見えないは別としてよ、かっこいいねこの高さ。めっちゃいいね。めっちゃいいね。あー涼しいな、ここ涼しいな。なんでこんな涼しいの、ここ。まずバーグとか持ってきたりしてもらっていいですかね。今バーグ取り行こうかと思ってね。
休憩しましょうか。違う、今撮影中だから。車いいね。あれ、ワイヤー持ってる。え？ワイヤーある。ワイヤーどうせ。あ、ないかな。あ、いや、少しある。少し入ってる。確か、下ろしてないはず。タスクちゃんも持ってんの？え？どうせ持ってんの？あったかな。やっぱね、4回測りに来たからこのサイズ感。やっぱ1回じゃだな、1回じゃ無理だったな。1回じゃ絶対このサイズ感はなかったよ。だからこれ4回測ったからこうなんだ。ここは中にしたんだな。はい、これからこのバーグをこの上にね入れていきます。バーグを上に入れるけど、バーグタスクがここで遊んでます。バーグタスク、いや、バーグじゃないですよこれ。これ、あ、とかついてないですか。そんなに、そんな引っ張っちゃう。まあ全然動かねえな。台風対策だろ。じゃあ俺はちょっとバーグ吉田なのに、俺がバーグを開けちゃおうかな。ここにこのバーグをね入れていくんだけど、これをね深めに入れていかないと、あの雑草、まあ要するに雑草が生えちゃうのね。まあ、雑草という名の植物はいないんですけど、このここに生やすべく生えてくるものは雑草というね、あの定義になるわけですよ。ここに生やしたいなと思ったものが生えてくるのは雑草ではないけど、生やしたくないなってものが生えてくるのは雑草ということになりますね。さあできました。バーグも引きました。水をまいてます。はい、これがパンソースです。すごいいい感じになったね。このプランターいいな。ちょっと高いけど、ここはね、そこに島がないから、ここのね中に入れたんですね。これすげえ涼しいよな。パンパンだな、まあ。仕上がりになってます。よかったよかった。絶対このベスト買うんだ次。
一人だけ涼しそうだもんな。全然平気です。え、全然平気です。もうなんかもう超暑いよ、まあ、これ午前中じゃなかったら死んでるよ本当に。もう次の時は、次の時はそれ買ってくるから俺も。